皆さんこんにちは、小場翔です。今日のテーマ何でしょうか。はい、今回なんですけども、一時期凋落していた日比谷高校がまた復活してきたということがニュースになっているので、感想をお願いできますか。はい、記事読んでいきたいと思います。東大どう？多分いけた。現役合格率 16% びっくりマーク。日本一の都立日比谷が凋落から返り咲いた理由ということで記事読んでいきたいと思います。日本一の進学校が代名詞だった東京都都立日比谷高校だが、1967年の学校群制度の導入後、200人近かった東京大学への合格者数は80年代から90年代にかけて一桁に。日比谷の凋落というフレーズでさえ飛び交った栄光と挫折を味わった公立高校から今年東大に52人が合格した。卒業生が317人だから実に 16% が東大に受かったことになるということですね。名門復活の背景にあるのは敏腕校長と三大行事のサイクルだったということです。政治の中枢、東京都永田町にある都立日比谷高校。校舎の近くには寝坊した生徒や国会に遅れそうな議員が駆け上がる遅刻坂と呼ばれる坂があり、日比谷生の通学路になっている。2月下旬に日比谷を訪れると、東大どう？多分行けたと思うという生徒たちの弾んだ声が聞こえてきた。かつては東京大学に200人近い生徒が合格する日本一の進学校だったが、1967年の学校群制度の導入後、その数は一桁台に。だが2016年に53人の生徒が東大に合格し、44年ぶりに50人の大台を突破。その後も多くの生徒を東大や難関大に送り出し、23年の東大現役進学率は約 10% と高い合格実績を維持した。復活の背景には生徒の夢を実現させると意気込んだ竹内前校長の存在があったという。進路指導部主任の滝沢さんは当時をこう振り返る。まずは教員全体が一丸となって志望校を諦めずに合格できる、挑戦できるよう校長主導で働きかけました。試験問題も教科担当ごとに違っていたものを共通にしたりと、少しずつ改革していったんです。進度が揃うことで他のクラスの動きに焦ることなく目の前の勉強に集中できるようになった。さらに年4回発行する進路通信で学習が遅れやすい科目の教材活用法などを細かく紹介し、生徒に葉っぱをかけた。呼びかけが実ったのか、この春の卒業の高3生から大学入学共通テストで理科や社会の対策が間に合わないという声は上がらなかったという。国公立二次試験を終えた生徒からはやりきりましたという声が本当に多かった。東大では例年この科目が難しかったと漏らす生徒が多いですが、今年はそういう声を聞きませんでした。今年東大むずい科目もあったんで、声が出ないっていうのはまあ言い過ぎかなと思いますし、物理とかめちゃめちゃ難しかったからどうかなって思いますけどね。でも日比谷高校の生徒さんは優秀だということですね。大学受験の結果を見ると、都内近郊では私立の中高一貫校の躍進が目覚ましい。3年間という短い期間で志望校合格をつかみ取る原動力はどこにあるのか。滝沢さんは文化祭と合唱祭、体育祭の三大行事の存在が大きいと指摘する。文化祭にあたる清涼祭では全クラスが演劇に取り組みます。演じるのはもちろん音響や照明、舞台装置など全て生徒たちが考えていく。1年生の時には間に合わせるのに精一杯で思い通りにならないことも多いんです。2年生になるとオーディションを取り入れたり、プランを何度も練ったりするようになる。ただ今度は部活動が忙しくなる時期なので、クラス活動に時間を割けなくなる。悔しい思いをしてしまうこともあります。そして迎える最後の清涼祭、3年生に上がる時にはクラス替えがないため、2年生の後半から台本や演出の話し合いが始まる。この頃には勉強とのバランスを考えたタイムマネジメントを意識するようになるという。行事が時間を作り出すというか、いいサイクルだと思います。いざ行事が終わるとたくさん勉強できると感じて、ものすごく集中できるようになっているんです、ということでございました。今回の記事なんですけども、演劇の話が割と詳しく書いてあったと思うんですけど、こういう演劇みたいなことをやることに関して小林さんどう思いますか？いいんじゃないですかね。演劇はね、別になんかダメとかいいとかではないと思うし、日比谷の伝統ということなんで楽しんでやってると思うんですけど、だから演劇ちょっと変わってますよね。例えば文化祭全体がすごい盛り上がるとか、体育祭全体が盛り上がるとか、体育祭もね書いてあったけど盛り上がるとか、そういう学校って多分多いんで、演劇にすごい力を入れるっていうのはレアといえばレアなんじゃないかなとは思いますね。どっちかっていうと、なんか演劇は各学校の演劇部がそんな印象が僕結構強いんで、なのでみんな全員で演劇やるっていうのは日比谷の考え方なんだなというふうには感じましたね。あとは実際得意不得意は結構あるのかなって思いますね。体育祭ももちろん得意不得意あると思うんですけども、もちろん文化祭もねあると思うんだけど、演劇だと前に出てね活躍したい、自分が主演だみたいな人と僕裏方だって人がある種うまくバランス取れるとかっていうのもいいのかもしれないですね。僕自身は演劇っていうのは高校の時全くやったことがなくて、中学校の時は中3の文化祭が演劇だったんですよ。これも僕の思い出話ですから皆さんはしょってもらっていいんだけど、オリジナルストーリーなのか、もしくはある程度既存の台本というかストーリーをなぞるのか、自由だったような気がします。うちのクラスは僕全然覚えてないんですけど、オリジナルストーリーだったような気がするな。生き別れのなんだっけ、なんか忘れちゃったんだけど、なんで忘れたかということを言うとですね、確かね小道具係だったかな。自分のね役職すらよく覚えてなくて、これなんでかというとですね、文化祭って秋にやったんですけど、中学校の時夏休み期間に結構学校に行って準備しなきゃいけないんですよ。全部サボりまして、僕全部サボってサピックスに足しげく通っていたので、厳密に言うとね、僕サピックスの夏休みはちゃんと通っていたんですけど、宿題をねやんないでちょっとゲームをやっちゃって、一時期塾不登校になるっていうのを昔ねサブチャンネルで話したことあるんですけど、それは置いといて、でもサピックス結構毎日のようにあるので、結構サピックスに足
足げく通った結果、学校の大道具係かなんかの仕事はほぼ全くやらないというですね、全員どうしても集合しなきゃいけない出席日みたいなのがあって、その時だけ行きましたね。その時だけ行ったら、なんでお前来ないのってすごい言われて、いやごめん塾忙しいからって言ってどうにかなりましたね。今と違って LINE グループとかそういうのがない時代なんで、しれっと行かなくてもどうにかなるみたいな、そんなの僕ありましたよ。あくまで中学生の時ですね。なのでね、クラス一丸となって舞台とか取り組むのは面白いのかなというふうには思いますけどね。ただ僕はあんま経験がないので、あんま偉そうなことは言えないかなっていう印象ですね。ありがとうございます。ここに実際ですね、勉強と演劇でバランスを考えてタイムマネジメントを意識すると、はい、それでなんか効果があるっていうふうに書いてあるんですけど、ただこれよく自称進学校さんが部活と一緒にやった方が伸びるよみたいなことを言ってるように見えちゃうんですけど、その辺どうですかね。またね、こういうこと僕が言うとお前アンチ日比谷だろとか言われちゃうんで、言いたくないんですよ。言いたくないんですけど、やっぱり日比谷すごいですよ。すごい、東大こんだけ受かってるしね、すごいけど、より多く合格している私立中高一貫校が何やってるかっていうと、イベント系は高2までである程度目処をつける、もしくは高3の早い段階で目処をつけるっていうのが定石といえば定石なんですね。例えば開成の場合も舞台はやらないけど、文化祭とか体育祭じゃなくて運動会って僕ら呼ぶんですけど、運動会めちゃくちゃ気合入るんですよ。文化祭はクラスごとっていうのもなくはないけれども、部活ごとだったりとか同好会ごとに結構気合を入れてるやったりするんです。逆に言うと参加したくない人はそんなにしないって感じなんで、文化祭はイメージですけど7割8割ぐらいの人が頑張るって感じで、運動会は9割か9割5分ぐらいの人が頑張るっていう、そんな感じなんですね。頑張らないのも自由なんですよ。僕別に勉強したいからもいいし、別に興味ないから家でゲームしたいっていうのも別に全然 OK なんですよね。だから強制ではないですと。そもそも生徒主導なんで強制力もないんですね。その上で改正とかは、文化祭はどうなってるかっていうと、秋に行われるんですけど、最高学年は高2です。高3が参加しちゃいけないというルールはないんですけれども、基本高2まで、高3は勉強です。夏休みの前にですね、1学期の5月に行われるのが運動会なんですけど、高3が運動会が集大成って感じになるので、正直なところ高3になって5月に運動会が終わったら、そこから切り替えっていう感じになってくるので、そういう意味ではある程度時間をしっかり取ってる中高一貫校多いんじゃないかなとは思いますね。それが良し悪しではなく、日比谷の場合ね、高校から授業が始まりますから、進度的にも中高一貫と比べれば不利な部分も多いと思いますので、そういうところはね、先生方工夫されているんじゃないかなと思いますね。ただ日比谷の特徴としては、非常にね、課題が多いケースが多くて、うちの塾にも日比谷の生徒さんで通ってくれてた子何人かいらっしゃるんですけども、やっぱりね、課題がすごい多いですね。どうしてもね、これ難しいのは、やっぱり一律で課題が出るから、どんなに東大を受かるレベルの子だったりとか医学部狙える子でも、一律で出される課題が全部有効かっていうとむずいんですよね。それは別に日比谷の先生が悪いわけじゃなくて、一律の宿題って時点でもう結構厳しいものがあるわけですよ。そういう点で言うと、多分いろいろ先生方もね、工夫されてるとは思うんですけれども、今後ねどうなっていくかというところはぜひ注目していきたいなという学校の一つかなと思います。はい、というわけでね、今日の話は以上なんですけれども、今回ね本を頂戴しております。ありがとうございます。今回ですね、三読み先生というですね、 YouTube をやってらっしゃる先生から本を頂戴しました。間違って先にちょっと開けてしまったんで、開いてあるんですけれども、ご容赦ください。今回ね取り出します。はい、こちらですね、塾の先生が選んだ図形の力という本になっております。今回ですね、中学受験のプロでいらっしゃる三読み先生という方がですね、本を出されたそうで、図形問題のことなのかなというものでいただきました。ありがとうございます。基本的には問題がとにかく並んでいて、その解説がどんどんどん書かれているというような形になっておりますね。僕はね、中学入試のプロではありませんけれども、結構ね YouTube チャンネルで中学入試の問題をサムネで見て考えて、こうだって思って動画で答え見るみたいなのをたまにねやったりするんですけど、結構ねこういったいろんな方が活躍されていらっしゃるなというふうに思います。ご丁寧に、ね、ポストイット貼ってくださってて、おすすめですね。数学の興味を持ってほしい思いで書きました。オイラーの多面体定理とかね書いてください。等比数列の和を面積を使って説明していますとかっていうことですね。誠にありがとうございます。あとね、じっくり読ませていただきます。うちのチャンネルだとね、どちらかというと大学受験の興味ある方が多いかと思うんですけども、もしね中学受験もね興味あるよとか、あとは普通に趣味で図形問題やるの楽しいよって方もいると思うので、まあ、ぜひね本屋さんとか Amazon でチェックしてみてください。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。